皆さんこんにちは、ミシェルです。ご視聴いただき本当にありがとうございます。めちゃくちゃお久しぶりのハピパラです。めちゃくちゃ楽しみ。お部屋のサイズは 6×6 の固定で、前回シリーズとしてカフェを3パターン作っていきます。それぞれのテーマに合わせて、ジャスミンちゃんのお部屋をネオンヤムチャカフェ、千歳ちゃんのお部屋を和モダン団子カフェ、メープルちゃんのお部屋をホワイトノルディックカフェにレイアウトしていきます。お部屋と一緒に完成しているお庭も紹介していきますので、最後まで見ていただけると嬉しいです。では早速始めていきましょう。ジャスミンちゃんのネオンヤムチャカフェ始めていきます。イエローのチャイナドレスでおめかししてもらいました。めちゃくちゃ可愛い。中華っぽいカラーを意識して、星だけ夜の街に馴染んでいるようなイメージで作っていきたいなと思います。まず床板はランダムな敷石にします。壁紙はマイデザインで作った赤色一色にします。壁紙に使っている赤色一色なんですけど、ワインレッドのような深い赤色の壁紙が良かったので、マイデザインでこんな感じで色味を調整しています。エントランスはこの右から3番目のものを選んでいきます。春節のドア飾りを飾っていきます。3つ並べて壁のね、柄のような使い方をしていきます。入り口側以外の壁にずらっと並べてみました。ゴールドと赤の組み合わせがめちゃくちゃいいアクセントになってます。レッドとピンクとイエローにリメイクをした壁掛けのネオン感をぐるっと一周するように飾り付けしていきます。ライトを変更していきたいんですけど、この赤色を半分ぐらいですかね。どうですか？赤みが増して夜の繁華街みたいな雰囲気が出てるんじゃないかなと思います。一旦明るくしておきます。厨房とカウンターの部分を作っていきましょう。厨房のコンロと厨房の調理台を使っていきます。厨房の手前の方にブラック&レッドにリメイクをしたカウンターテーブルを2つ並べていきます。中華の椅子は3脚並べておきましょう。フレームカラーはブラックで、天板カラーをレッドにリメイクをしたクールなサイドテーブルを置いておきます。ドーナツ丸椅子もフレームはブラックで、座面カラーをレッドにして2脚並べておきます。待合のベンチとして和風なベンチを置いておきます。積まれた千枚漬けの樽と千枚漬けの樽を置いておきましょう。厨房のコンロの方に中華鍋を置いて、八宝菜の気分なので作っておきましょう。厨房台の方にまな板の上の鯉とチェーフィングディッシュ置いておきましょう。千枚漬けの樽の上にカブ置いときましょうか。かわいい。カウンターの上にブラックにリメイクをしたレジを置きます。待合の和風のベンチの上にジャニーリメイクをしたお香を置いておきましょう。カウンターの上にはシルバーにリメイクをした調味料入れとチャーハンとせいろを置きました。もう湯気が美味しさを引き立ててますね。美味しそう。ジャスミンちゃんが座っている方にチャイニーズティーセットを置いておきましょう。
入り口の方に枯れ竹にリメイクをした竹のフロアスタンドを置いておきましょう。厨房の方に中華なランタンを飾っていきます。入り口の方の壁にも中華なランタンとジャスミンちゃんがジャケットになっているケケチャイナを飾っておきましょう。このカフェにぴったり。じゃあいよいよ天井を飾っていきます。レンジフードと提灯と提灯セット、中華な照明を飾っていきます。レンジフードは壁紙になじむようにレッドにリメイクをしました。中華な照明はレッドにリメイクをして二人掛けの席の上に飾っておきます。提灯セットは鶴の色がゴールド、火袋の柄はパターンから赤い雲の柄を選んでいます。提灯は3つ並べて飾っていきます。最後に入り口に赤いチャイナマットを置いたら完成です。電気消してみよっか。こんな感じ。このね、提灯がいいよね。良いのでは。2軒目は千歳ちゃんの和モダン団子カフェ作っていきます。グリーンの花柄のワンピースを着てもらってます。かわいい。お団子カフェということで三色団子をイメージして作っていきたいなと思います。でまず床板なんですけど、ライトなヘリンボーンの床を使っていきます。メインの壁紙は障子で、アクセントクロスに小雨の降る壁を使っていきます。エントランスは左から3つ目の白いタイルのものを選んでおきます。仕切り壁を両端に置いて、アクセントクロスがちらっと見えるようにしておきます。続いてカウンターの部分を作っていくんですけど、この木製の仕切りカウンター H 使っていきます。奥は商品棚で、手前はレジカウンターとして作っていきます。レジカウンターを挟むような形で木製の柱を置いていきます。斜めから見るとこんな感じになっています。続いてイートインスペースを作っていきます。木製ミニテーブルとクッションカラーをホワイトにリメイクしたシンプルなチェアを置いていきます。ホワイトにリメイクをしたシンプルなソファーとノルディックなローテーブルを置きました。グリーンの円座の上に桜の盆栽を置きました。このね、三色団子カラーがめちゃくちゃ可愛い。手前のカウンターの方に液晶レジを置きました。お団子屋さんやでっていうのをしっかりアピールしておきたいので2つ並べておきます。背景と相まってすごく絵になりますよね。ソファー席の方にはソンピョンと縞柄にリメイクをした湯飲みを置きました。ソンピョンはお餅とかお団子の一種みたいで、いろんなカラーがあってめちゃくちゃ可愛い。お団子に合うお抹茶が楽しめるっていうことで、タピオカ抹茶ミルクも置いておきます。左奥の方にポスタースタンドを置きました。お団子屋さんのためにめちゃくちゃシンプルな三色団子のマイデザインを描きました。ほんまシンプル。右側の壁にホワイトにリメイクをしたウォールプランツを飾っています。入り口の方の壁にマクラメタペストリーとエアコンを飾りました。壁はこれで以上となります。シンプルなシェードランプとウッドペンダントライト、横長のレーンを飾っていきます。風景見えなくなっちゃうんですけど、和の要素も置いておきたいので横長のレーンを奥の方に置きました。
ウッドペンダントライトはライトウッドにリメイクをしてレジカウンターの上に置きました。このウッドペンダントライトの奥に見える横長のれんの感じがめちゃくちゃ好きです。いいなめっちゃいい感じ。最後にライトなフローリングタイルを縦に沿って3つ並べたら完成となります。いらっしゃいませ。今日のおすすめは三色団子です。いらっしゃいませ。いよいよラスト3軒目になるんですけど、メープルちゃんのホワイトノルディックカフェ作っていきます。カフェ店員さんのお洋服に着替えてもらってます。めっちゃ似合ってる。床板はコルクフローリングを使っていきます。メインの壁紙は白いペイントウッドの壁で、アクセントクロスに緑のペイントウッドの壁を使っていきます。かわいい。もうこの組み合わせすでに北欧っぽいですよね。アクセントクロスの方にチッコウモールステッカーを使ってお借りした素敵なマイデザインの白い腰壁を貼っておきます。イートインスペースとレジスペースを同時に作っていきます。木製ウォールパーテーション S を2つ並べて島とネリコを挟むように置いていきます。木製ウォールパーテーション S だと真ん中あたりが空いているので、中の植物をチラ見せしたい時にぴったりやなと思います。島とネリコの手前の方にレジカウンターとして天蓋付きカウンターを置きます。カウンターを挟むようにシンプルな柱を置いておきましょう。ホワイトにリメイクしたノルディックなチェアとイエローにリメイクをしたスクールチェアを交互に置いていきます。交互に置くことでちょっとした遊び心が出るかなと思います。カフェスペースを作っていきましょう。カウンターテーブルを置きます。木製スツールはホワイトウッドとパターンでリメイクしておきます。カウンターの上にポップアップトースターとエスプレッソマシン置いておきましょう。シュガー&ミルクはご自由にお使いください。壁紙の色に合わせてライトグリーンにリメイクをしたマガジンラックエルとテラコッタにリメイクをしたシェフレラを置いておきましょう。天蓋付きカウンターの上にホワイトにリメイクをしたアンティークなレジ置いておきます。小物類も置いていきましょう。どれも美味しそうやな。右の方の壁にはマガジンラックエルを照らすようにアイアンウォールランプを飾りました。入り口の方の壁にはオークにリメイクをしたアイアンウッドクロックと木の枝のリースを飾りました。右の壁と対照となるようにアイアンウォールランプとパターンから選んだお花柄の額入りポスターを飾りました。ノルディックなペンダントライトを飾っていきます。イートインスペースの上に左右対照となるように並べています。入り口の方に赤レンガ並ぶとカウンターの下にレースのラグを引いたら完成です。
最後までご視聴いただきありがとうございます。 6×6 固定の展開シリーズカフェ編でお送りしました。お気に入りのレイアウトが見つかると嬉しいです。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、コメントもたくさんお待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。ほなまたねー。